雪みたいですよ ね、 ね親切っぽい。そう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 、ね、降ったばっかりだね。そうそうそう、ね、ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネルですぞ。ただいまおかえりなさい。なんか上機嫌ですね。いやあのさ、冬だけど今日はポッカポカであったかかったなと思って。あそうですね、うん、あそんなことよりムック、街でね綺麗なインテリアを見かけたんだ。なんか丸いガラスで覆われた雪だるまがいてね、中で雪が舞ってたの。こう綺麗だったな。それはあれですな、あのスノードームというやつですね。あのクリスマスシーズンとかにこうサンタさんが入ってたりするああいうやつですよ。そうそれ、中に入ってる雪だるまがねとあっても可愛かったんだよ。雪だるまいいですよね。なんだかあれを見てたら雪で遊びたいなって思ってさ。あそうですよね、もう私もこう見えても一発の雪男ですからね、雪を見るとこう胸が熱くなってくるんですよ。雪が溶けちゃわない。そんなことありませんって。いや雪で遊びたいですね。雪で遊べるならムックよりも大きい雪だるま作っちゃうよ。あ私だってその雪だるまよりももっとこう大きな雪だるま作っちゃいますよ。あそれだったら僕はそれよりもっと大きいの作っちゃう。だったらもう私がもっともっともっと大きいの、いいの、いいの。でもさ外は晴れてるし、どうにかして雪が作れないかね。さあ二人ともなんか言い争ってたけどどうしたの。あそれがね、うん、僕の方が大きな雪だるまを作れるって言ったのに、僕がもっと大きな雪だるまを作るって言うから。いや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 、そうだ私とかだって大きな雪だるま作れるんですから。でもそれで雪だるまを作ろうと思ったんだけど、そう肝心のね雪が降ってないんですよ。そうなんだよ、どうにかして雪を作ることができないかなと思って。あのそれだったらね、あるものを使えば簡単に雪が作ることができるよ。本当？いいですね。その作り方教えて教えて教えてください。ガチャピンチャンネル。ねえねえスタッフさん、雪を作るには何が必要なの？今準備したけど、雪を作るのに必要なのは重曹とリンス。おお、重曹というとあのお掃除とかお料理の時に使うものですよね。うん、それとリンス？髪の毛を洗うものだよね。そうそう、リンスはねなるべく白いものでね。白いもの以外だとちょっとその色になっちゃうから、白いものをすれば本物の雪っぽくなる。それでこれをどうしたらいいの？今大きな器に入ってるのが重曹だから、こっち、はい、その中に小さなお皿に入ってるリンスをスプーンで入れて、そこにリンスを入れるだけ。そうそうそう、はい、ね、スプーンで気をつけながら入れてるの。わかりました。よいよいしょよ、それで混ぜるの？混ぜる。よし。ああもうすでに楽しい。粉雪みたい。あ本当。ほら。あなってきた。本当ちょっと雪っぽくなってきましたね。雪ができたよ。ね本当。本物の雪みたいですよ ね、 ね親切っぽい。そう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 、ね、降ったばっかりだね。そうそうそう、ね、じゃあ早速遊んじゃおう。遊んじゃいましょう遊んじゃいましょう。じゃあまずは雪だるま作りですかね。そうですね、作っていきましょうね。僕どれにしようかな。おお綺麗にできました。すごいムック綺麗でしょ。うん、いいよ。難しいもんだね。ほっ、おさだいよいよ切って、あーお見事。かわいい、うん、
くできたね、ムック。お顔を描くとより一層可愛くなりますよね。そうなんだよ、僕のちょっと見て、ムック。お手手、あー、怖くない？あ、ねえ、このさ、雪は冷凍庫で凍らせたらもっと本物の雪みたいになる。あ、確かに、これはね、あのほら、冷たくありませんものね、本物みたいのがね。ちょっと凍らせてみましょうか。あ、ね、いいね。ね、凍らせちゃいましょうかね。やっちゃう。うん、あ、冷えてもっと可愛く感じますよ。ね、ちょっと冷たくなりましたね。うん、ね、ムック。鎌倉も作ってみない。あ、いいですね。ね、じゃあ鎌倉作っちゃいましょう。作っちゃいましょう。僕ね、鎌倉ってそんな作ったことないかもしれないんだけど、僕はあんの？あ、まあそんなの、鎌倉なんて、私雪男ですよ。あ、鎌倉作るのはもう朝飯前ですよ。そうでした。じゃあお願いします。はいはい、お任せくださいませ。うん、でね、本当は中にこう、うん、あの入れるようにね、入り口とか作ったりするんですけど、うん、ちょっとこの雪ほらサラサラじゃないですか。うんうん、ですからね、ちょっとこれ多分ね、中を作っちゃうと崩れちゃうと思うので、うんうん、このまま大きなお山を作りましょうよ。あ、そうだ ね、 ね、お山いい ね、 ね、よ、こんな感じ。 あ、結構これ硬くなりました ね、 ね、なったよね。 あ、これあのもしかしたらいけるかもしれませんよ。いけるかも。うん、あ、じゃあ掘っていい？あ、掘りましょう、掘りましょう。掘るよ、ムック。じゃあ掘りましょう。よっ、あ、おおお、あ、なんかすごくいい感じ。あ、いい、あ、ほら、いけそう、いけそう。おおお、ね、入り口そうやって作ってゆっくりね。うん、あ、いい、あ、いい、いいですよ、いいですよ、いい、いい、いい。どうだ、これで完成。完成、やったー、いいこと言ったね。ったね。いやー、もう大満足ですな。本当だよ。あ、でもね、ムック、僕ね、雪でやってみたいことがあるの。あ、なんですか？それはお楽しみ。あ、とりあえずムック待ってて。もう、なんだよ。あ、大好きなことだよ。え、なんでしょう。わー、何かな。いやー、それにしても見事にできましたな。こんなに、こんなにうまくいくとは思いませんでした。あー、持ってきたよー。あー、はい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 、はい、なに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 、よいっす。あ、なんですか？僕がやりたかったこと。お？雪に氷シロップをかけて食べること。かき氷みたいに食べるという気ですか？そう。どう？いや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 、でもこれ、これは本物じゃないんですよ。雪みたいですけど。え、ムックもかき氷食べたいでしょ？いや、それは食べたいんですけど。だよね。じゃあシロップかけてみよう。いやいや、でもこれは本物じゃないんですから、やめてよ。何やってんの？え、あ、スタッフさん。あ、あのね、かき氷シロップかけてこの雪食べてみようと思って。いやいや、ダメに決まってるでしょ、これリンス入ってんだよ。え、ほら、だから言わんこじゃないんですよ。あ、だってムックが食べられるって。え、言ってません、言ってません。言ったじゃん。言ってませんよ。だってムックにかき氷食べたいでしょって聞いたら、食べたいですって言ったよ。それは言いましたけど。ほら、ムックが悪い。え、なんで、私悪くありません。ガチャピンが食べるって言ったんでしょ。そうだ、ムックだよ。え、私じゃない、ガチャピンでしょ。なんだ、喧嘩やめて。それじゃあさ、ただの水かけ論じゃん。ああ、もうこうなったら水かけ論なら氷かけ論だ。もう雪合戦で決着をつける。ああ、そういうんでしたね。その挑戦は私もね、受けて立ちますよ。今後雪男のプライドにかけて負けませんからね。僕だって恐竜のプライドにかけてだよ。いや、やりましょう。戦ってやる。もう終わり。もうそんな喧嘩するんだったら、もう雪遊び自体おしまい。あー、ちょっとちょっと待って。いやいや、あのね、こう決着をつけようというだけですからね。そうそう、そうなの、そうなの、そうなんだよ、そうなんだよ。ダメダメ、あー汚れるから。あー、なんでなんで、やりたいんだよ、雪合戦がしたいよ。たまったなー。
やりた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 い。うんうんうん。でもさ、楽しかったでしょ。楽しかった。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックですぞ。